ジョギングに励む人たちフィットネスとは、肉体的及び健康的観点で、望ましいと考えられている状態であり、それを目指すための行為、活動。アメリカスポーツ医学会が発表した、運動処方の指針によれば、ヘルスリレーテッドフィジカルフィットネス。フィジカルフィットネスは、体組成、心肺機能、筋力、筋持久力、柔軟性を指す。 アメリカ合衆国保健福祉省参加のカウンシルオンフィジカルフィットネススポーツは次のような表を作成し発表している。英語のフィットネスはフィットから派生した言葉である。基本的なニュアンスは人や物に対して大きさや形がぴったりと合うである。フィットネスはフィットの名詞形であり体力があり健康である状態。 誰かが何かを行うのに適している。質や適性、健康や体力の維持に関する活動、特に運動を意味する。アメリカスポーツ医学会による運動処方の指針では、運動を行うことで心肺機能と体脂肪率が改善できるとしている。また、運動によるリスクは極めて低いという。ヨガジョギング中のジミカーター水泳定期的な 運動を開始するにあたっては健康診断を実施する必要があり、運動を控えた方が良い場合もある。整形外科的障害の有無について確認するだけでなく、心血管疾患や肺疾患の兆候、症状の有無、胸の痛み、めまい、失神、年齢的に激しい運動が可能であるかについても注意する。健康診断について可能であれば、 以下の事柄も確認する。過剰な運動は、健康を損なう。度が過ぎる運動は、以下のような事態につながる。有酸素運動は1回につき1時間程度で、週に5回まで、筋力トレーニングは、同じ部位のトレーニングは間に1日以上を空ける。度が過ぎる運動は、ミトコンドリアの機能障害を引き起こし、対等脳も低下させてしまう。 水分補給はこまめに行うのが良い。かつては、運動中は水を飲まない方が良いとされていたが、考え方が変化した。軽い脱水症状でも、運動能力は低下する。運動中は、体温が上昇するが、周囲の気温や湿度が高いと熱をうまく放出できず、熱中症を起こす。運動前と運動中に水分を補給し、熱を逃がしやすい服装で行う。 気温や湿度が高すぎる場合は運動を中止する。気温が低い場合は重ね着のしすぎによる体温上昇と運動終了後に体温を奪われることに注意する。ありがとうございます。